こんにちは。今回はビカクシダの初心者の方向けに100均の道具だけを使ってこのようなポット苗を誰でも簡単に綺麗に板付けする方法をご紹介したいと思います。過去に板付けの動画もアップしてるんですけれども、そこからアップデートしている内容もありますので、改めて動画にさせていただきました。ビカクシダを始めようと思ってお店に買いに行ったんだけれども、値段が高くて、このような小さなポット苗を買って自分で板付けしようと思ったけど、いざやろうと思ったら何を準備したらいいのか、どのようにつけたらいいのかわからない方、見えるんではないでしょうか。今回は100均の道具だけを使って誰でも簡単に綺麗に板付けする方法を丁寧に解説させていただきますので、やったことのない方はこの動画を見終わった後にぜひチャレンジしてみてください。動画の最後にはこのような板付けした小株の管理方法も合わせてご紹介いたしますので、ぜひ最後までご視聴ください。では行ってみましょう。今回は少し長めの動画となりますので、概要欄にチャプター機能を設けてあります。お好きなパートから見れるようになっておりますので、ご活用ください。では早速ですが、今回の仕上がりイメージはこんな感じになります。2通りの方法をご紹介しようと思います。それでこの先お話を進める上でビカクシダの用語が3つだけ出てきますので、最初にその用語だけ覚えていただくとこの話がスッと入ってくると思いますので、先にその話をさせていただきます。まずはここの真ん中の部分、ここを成長点と呼びます。そしてこの成長点からこの左右に大きく広がっている葉っぱ、こちらを貯水葉と言います。そしてこのピンと出てる葉っぱですね、これを胞子葉と言います。成長点、貯水葉、胞子葉、この3つだけ覚えておいてください。ではこの2つなんですけれども、何が違うかっていうと、貯水葉の大きさが違います。ここの広がっている部分ですね。この貯水葉の大きさによって仕立てるコツがちょっと変わってきますので、2通りの方法をこの後順に紹介させていただきたいと思います。どちらも仕立てるイメージとしては、この水苔の形を平たいお椀のような形に仕立てるのがおすすめです。正直形は人それぞれ好みなんですけれども、この先に成長してビカクシダが大きくなっていくと、この水苔を一回取り外して、この板と水苔の間に新たに苔を持って上に乗せるっていう苔増しっていう作業が出てくるんですけれども、最初にポコンとお椀の形に仕立ててしまうと、苔増しした時にどんどん出っ張った形になっていってしまいますので、最初はこのような平たいお椀型、このような形の水苔のイメージをしていただくといいと思います。はい、では早速こちらのポット苗を板付けしていこうと思います。まずはじめに必要なものですね。ダイソーの方ではこちらの透明のミシン糸、続いて中身ちょっと出してますけど水苔、こちらは200円商品になります。あとはワイヤー、手持ちのものがあればそれで構いません。でセリアさんの方ではこのような板ですね。ダイソーの方で準備してもいいんですけれども、手頃なものがなかったのでセリアの方で買ってきました。ちなみにこのサイズなんですけど、このままだと大きいので、私はあらかじめこれ半分にカットしておきました。こんな感じですね。ちょっと話はそれるんですけど、皆さん黄金比ってご存知でしょうか。黄金比っていうのは人間が最も美しく見える比率のことだそうで、縦と横の比率が1:1.618、この比率が人間が最も美しく見えるそうです。この板幅が15センチで長さが45センチあるんですけれども、だいたい半分に切るとそれに近い比率になるので、板自体の見た目もよくって一手間はかかりますが、100円で2つ準備できますのでおすすめになります。では株をつける前に事前に準備しておきたいことがあって、それはこの板に先にここのフックですね、こちらをつけておこうと思います。こちらのフックも電動ドリルとかがなくても、ご自宅にこのようなフックってあると思うんですけれども、これで簡単に穴を開けることができます。ちょうどこの真ん中ぐらいですね、この真ん中のところにこのフックで
ねじ込んでもらえれば、電動ドリルとかがなくても全然大丈夫です。裏からも同じように穴を開けておきます。はい、これで穴の方は開きました。続いて針金を通しておきたいと思います。まあ、どんな風でもいいんですが、私のお気に入りはまあ大体15センチぐらいにカットしていただいて、で引っ掛ける部分を先に感じで曲げます。でこれを通していただいて、クッと曲げていただいて、で余分な部分はカットしておきます。はい、こんな感じです。この時にもう一つ準備しておいてほしいことがあって、裏側の下から10センチぐらいのところに両サイドに切れ目を入れてください。なんで切れ目入れるかっていうと、ちょっと分かりにくいですが、このように糸を巻くときに引っ掛けるここの支点、こことここですね、ここを作っておくととても作業がしやすくなります。なので、10センチのところに本当に少しですね、糸がかかるだけでいいので分からないぐらいで十分です。切れ込みを入れたところに糸を引っ掛けて、ここで糸を結んでおきます。慣れてくると先に結ばなくてもできる方法があるんですけれども、初心者の方は紐を結んだりするときに苔が落ちたりとか作業がしにくいので、先にここで結んでおくと後々作業がしやすくなると思います。続いてもう一つ準備しておかないといけないことがあって、それは水苔をこの買ったままの状態だと使えないので、あらかじめ水で戻しておく必要があります。で戻し方はこういったジップロック、こういったものに移し替えてもらって、今回、移し替えてからここに 300cc の水を入れて密封しておきました。だいたい作業する、まあ、1、2 時間前で問題ないと思います。でこんな感じでひっくり返してもらって水が馴染むと思うので、そうするとこう使えるような状態になります。ではここまで準備できたら、ようやく板付けの作業に入りたいと思います。ではここまで下準備ができたら板付けしていこうと思います。こちらのまずポットから株を抜いて、こんな感じですね。それでこれをこのまま板付けしてしまうと、こんだけボコッと飛び出た形になってしまいますので、イメージはこれぐらいの厚みですね。なのでここの水苔を半分に割って、いらない部分の水苔はもう取っちゃいますね。取れるとこまで取ってしまって大丈夫です。これぐらいまで今回は取りました。板付けするとまあこれぐらいのイメージですね。それで板付けするときに、この株の上下なんですけれども、成長点の位置を必ず板の上につけてください。で成長点って分かりにくいと思うんですけれども、ここにモサモサっとしてる部分があるかなと思うんですけど、これが成長点ですね。でこう鉢植えになってる時はいろんな方向から光が当たるので、葉っぱがあっち向いたりこっち向いたりしちゃうんですけれども、今後はこの成長点がこう真上に成長して、その真上にしか新しい葉っぱが出ないです。もうちょっと分かりやすく説明すると、これとかだとこの一番上にモフモフが来てるの分かりますかね。下が一番古い葉で、新しい葉はどんどんこう上へ上へ上へ展開していくような形になります。なのでこの成長点が下にあると葉っぱが下から出て変な形になってしまうので、必ずこのモフモフの部分を上側へ向けてあげる、
ということが重要です。こちらが分かりやすいかもしれないですね。ここに穴の開いてるとこ分かりますか？これが古い成長点で、こう上上上上がっていくようなイメージですね。で、この一番上の部分、ちょっと今これ隠れてますけれども、ここに成長点がありますので、この上の部分からまた新しい葉がこのように出てくる感じですね。こうやって成長点の上下を見分けてください。はい、ではここからは実際に板付けしていこうと思います。ちょっと見やすいように画面アップにしました。では、これがこうなるようなイメージですね。では先ほど準備していただいたこのセットですね、この糸がつながったもの、こちらを置いていただいて、で初めにベースとなる水苔を盛ります。まあ、こういうゴミはほかってください。まあ、大体ここは適当ですね。これぐらいなイメージです。で、ここにもし肥料があれば入れていただけると株の成長は良くなると思います。自分はこういうまあコンポストの肥料を使ってるんですけれども、もしなければこのようなまあ他の植物で使っているマグアンプ系とか、こういう初期肥料で問題ないと思います。ただ続いて、この上に苔を足します。そうしましたら、成長点を上に乗せていきたいんですが、だいぶ癖のある感じなので、こうですね。で、この周りに水苔を持っていきます。ぐっと押さえ込みながら形を作っていきます。意外と水苔は思ってるより多めに乗せてもらって大丈夫です。あとで糸でぐるぐると巻いていきますので、だいたいまあ足りなくなるパターンが多いので、多めに巻いていただいて、で、ある程度こう置けましたら、先ほどこの仕込んだ糸ありますよね、これでこう全体をぐるっと、これは水苔が崩れてかないようなイメージ で最初に結んであるので、ある程度ギュッと回してもらってもずれてきませんので、これでだいたい水苔の感じを成形してください。はい、こんな感じです。できましたら先ほどのここの裏に切れ込みを入れたところを利用してぐるっと下へ回していただいて、こちらも引っ掛けてもらったら、この成長点の下の位置を通して2周ぐらいまずはしてください。で、ここができましたら、これでもう株と板はある程度固定されましたので、ここからは水苔の形を整えていきます。先ほどと同じように全体の形を整えていきます。この水苔はチリ産なんで、こう長さが短いのでこうボロボロ落ちちゃうんですね。で、お金に余裕がある方は園芸店でニュージーランド産っていうのがあるので、それを買っていただくと、この長さが全然違いますので、こう巻いてる時にボロボロ落ちてこないのでやりやすいと思います。で、巻いていただいたら、今度は成長点の上を通して固定していきます。その時に成長点が先ほどここから真上に成長していくってお話をしたので、このすぐギリギリ真上を通してしまうと、成長する時に糸に当たってしまうので、だいたい成長点のまあ2センチから3センチぐらい上、ここを通して固定していきます。で、この時に最初にあった切れ込み、ここに
引っ掛けながらテンションがかけれるので、ここを切ってやると初心者の方はとてもやりやすいと思います。で、あとはこの時点で全体のバランスを見て水苔の足りない位置に水苔を出します。成長点はある程度埋もれてしまっても出てきますので、そんなに気にしなくていいかなと思います。それよりかは成長点の裏から根がどんどん出てくるので、ここの株元をしっかりこうギュッと根が緩まないようにこう押さえてあげることの方が重要かなと思います。で、その時にここの下の部分の苔が足りないと、この胞子葉の重みで成長点がポロッと折れてしまうことがあるので、ここの成長点のこの下の部分です、ここにはちょっと水苔を多めに持っておくことをお勧めします。こんな感じで追加していただいて、でこう固定していくようなイメージですね。で、この胞子葉の下はギリギリ通してもらっても成長点が傷つくことはないので、ここを何度か通して固定してください。で、ある程度形ができたらこの時点で成形してもらって、で足りない部分は水苔を足してください。だいたい経験上この両サイドと下側の水苔が足りなくなることが多いですね。糸はまあどんだけ巻いてもらっても大丈夫だと思います。糸のこの張り具合なんですけど、まあ、目安としてはこのミシン糸が引っ張って切れない程度、まあ、ある程度ギュッとしてもらっても切れないんで、それがちょうどいい力加減になるかなと思います。そしたらここの株の横の部分の押さえが弱いので、その時はここで押さえてもらって、こういう風に斜めに、ここ離してもこれずれないんで、今度下押さえてもらって縦に、で上を押さえてもらって縦にですね。できましたらこの縦糸がずれないように、まあ2周ぐらいですね、ぐるぐるっとしてください。そうするとここの成長点の付近もしっかりとぐっと固定された感じになりますね。で、最後なんですけれども、結んでもらってもいいんですが、この板と水苔のこの隙間に糸をこうスルスルスルっと入れてあげる感じですね。ここの間に、でここに来ると思います。心配であればもう一回ここの下側も通してあげて、ぐるっとここの板の部分ですね。で、最後はプチンと引っ張ってもらえればこれで大丈夫ですね。はい、さていかがでしょうか。こんな感じで仕立てることができました。この辺に飛び出ているものは気になるようであれば、このようにカットしてください。で、水苔がモコモコになっていると貯水葉が展開していくときに引っかかってしまうので、できるだけここスムーズにしておいた方がこの後の生育もいいかなと思います。はい、裏側もこんな感じで切れ込みを入れてあるのでビシッと揃って気持ちがいいですね。で、成長点の位置もしっかり上側に来てると思います。今まではこういう風に鉢で管理されていたので刃がこう広がってしまってますけれども、今後はこの成長点から上上
出てきますので、形もどんどん良くなってくると思います。はい、ではこの先の管理方法ですが、通常通り水やりして管理してもらってもいいんですけれども、板替えするときに根の量がちょっと少なかったので根張りを優先させたいときは、こういうような、これも100均の荷造りテープですね、こういうようなラップみたいなやつですね、こういうのがあるので、これで水苔を覆ってあげると根の張りが断然良くなります。人工的に貯水葉を作るようなイメージですね。こちらも巻くときのコツがあるので実際にお見せしたいと思います。ではこう広げていただいて、下半分をこう覆ってあげるイメージですね。でこの端はこうキュッとつまんでください。でこっちの端もここでキュッとつまんでいただいて、ここでくるっとねじってください。ちょっとたるみがなくなります。こういう感じですね。で裏側を通してまたここでキュッとねじってもらって、で今度は上半分で、ここでまたたるむので、ここでキュッとねじっていただいて、で裏側を通して、でここでねじる、で下を通す、でまあ一周二周してあれば十分なので、あとはハサミで切っていただいて、でここもぐっとねじってもらって、ここの裏へくるくるっと挟んでもらえれば十分ですね。でこんな感じで、このように貯水葉が出てない株は人工的に貯水葉を作ってあげることによって、このラップの中の湿度が上がって根の張りが断然に良くなってきます。ただちょっと見た目的にあんまり好きじゃないよっていう方は、あの通常通り管理してもらうといいと思います。あとは水やりの時にシャワーでかけてもラップが巻いてあるので、なかなか水苔が濡れないので、バケツへこうドボンとこのまましてもらって全然問題ないです。はい、ではここまで大丈夫ですかね。ここまでの話をまとめると、あらかじめ板の下準備をしておくっていうことですね。両サイドに切れ込みを入れて糸を巻いておく、そして水苔のベースを持って肥料がある方は肥料を乗せる、そして成長点が必ず上に来るように株を置く、株を置いたら水苔を比較的多めに全体に乗せてもらって、最初に仕込んだ糸で水苔が崩れないようにぐるぐると巻いて、ある程度形を整える。形を整えたら株と板を固定するために成長点の下をぐるっと2周ぐらいして固定をする。で固定ができたら水苔の形をどんどん整えて、次にこの成長点の上の部分に糸を回すときは成長点に糸が近くならないように注意する。そして全体的に形を整えて、この株がぐらつかないかどうかこの確認をして、板付けは終わりですね。で水やりの管理、根張りを楽にしたい方はこのようにラップを巻くということがおすすめになります。では続いてですが、このように貯水葉が大きいタイプの板付けもしていこうと思います。あまりこの状態では売ってないんですけれども、例えばリドレーとかスパーバムとか鉢管理されて売ってるやつで、こんなようなイメージで鉢の形に貯水葉がグーって張り付いてるようなやつって結構あると思うんです。で、ああいうの板付けするときにどうしたらいいかわからない方結構見えると思うんで、それのイメージで解説していこうと思います。で、先ほどと被る説明が多々ありますので、その辺は省略しながらポイントだけ進めていこうと思います。ではこの鉢から出しましたということで、まず株の状態をしっかりと確認してもらって、こういうふうに変な風に曲がりが鉢の形に沿って曲がってると思いますので、
こう板に合わせていただいて、不要な部分とかボコッと盛り上がっている部分はこの時点でカットします。例えばここが曲がっちゃってるので、もう枯れてる方も枯れてない方も全然カットしてもらって大丈夫です。ここカットしました。こっちもここがボコボコっとしてるので、こんな風に両サイドカットしました。あとは裏の根もいらない部分があればこの時点であらかじめカットしておきます。はい、こんな感じで整えました。ではこれ板付けしていこうと思います。先ほどと同じように板をも結んであります。この平たい感じの上に乗せていきます。そしたらこの周りに囲むようなイメージですね。比較的これも多めに持ってもらって大丈夫です。でこう指で貯水量をある程度抑えながら水苔を下に滑り込ませてあげるようなイメージですね。この貯水量の形を生かしながらその延長上に水苔を形作るようなイメージですね。そうしましたら先ほどと同じようにガイ株を固定したいと思います。でこの時にリドレーとかスパーガムとかって最初貯水葉しか出てないと思うんですけど、こう貯水きれいな貯水葉の上を糸を通すときに糸だけでこうグッと押さえるとここに傷が入りやすくなっちゃうので、イメージとしては手で株をグッと沈ませてあげて、その上を糸を通すようなイメージ、糸で押さえるんじゃなくって手でグッと押さえて糸を回すようなイメージですね。これで2周ぐらい指でこうグッと押さえた上を糸を通してあげるようなイメージですね。なので先ほどの違いは貯水葉を糸で押さえ込む時のコツだけ掴んでもらえれば、仕立てた後も貯水葉が傷まずにその後きれいに成長してくれると思います。普段はちょっとこう無口で黙々とやるような作業なので、ちょっと喋りながらって意外と難しいんですけれども、で上の部分も糸で押さえ込んでしまうと傷が入るので、こう指でこう株全体グッグッと押さえながらこの上を糸をはわしてあげるイメージですね。特にリドレーとかって結構変な形ついちゃってるパターンが多いので、こう押さえながらバランスを見て、こうこっちが膨らんでるならこっちをちょっと押さえ気味にしてとか、糸のテンションだけでグッてやろうと思うと必ず破れたり
傷が入ったりするので指で全体を押さえてあげるようなイメージでやってあげるといいかなと思います。あとは貯水葉の大きい時のコツとしては、ここの貯水葉と水苔のここに段差があると、ここから新しい貯水葉が展開した時にここに引っかかりやすくなっちゃうので、ここの部分をスムーズにこうスッと展開できるようにしっかりとこれで形作ってあげることが大事ですね。で、あとはよくあるのが、こうやって集中して形だけ整えてると気づいたら成長点の位置が右とか左にずれてたりとかっていうことがぼちぼちあるので、ある程度巻き終わったら全体をこう遠目から見て左右のバランスいいのか中心に来てるかどうか、この辺を随時確認しながら板付けしていくといいですね。はい、いかがでしょうか。下から横から綺麗につけれたんではないでしょうか。ここの段差ですね、ここもスムーズに、比較的スムーズにいってますので問題ないと思います。はい、ではこんな感じで貯水葉の大きいタイプと大きくないタイプ、2つの板付けができました。初めてやられる方は水苔がボロボロこぼれたりやりにくいこともあると思うんですけれども、何度か糸をぐるぐる巻いてもらえれば綺麗に形が作れると思いますので、ぜひやってみてください。特にこの最初に水苔の形をイメージしていただくことが大事かと思います。今回ので言うと貯水葉がないタイプは比較的こう平たいお椀なイメージ、スパーバムとかリドレーとかこう貯水葉がもともと大きいものはその形を生かしてあげることがいいと思いますので、今回もこの貯水葉の形を生かすためにここまでお椀じゃなくてだいぶ平たい感じで仕立てました。この先の管理ですが、養生期間といって1ヶ月ぐらいは回復期間となりますので、室内の風通しのある明るい場所で管理してあげてください。外に出したり直射日光に当てるってことは特に必要はないかなと思いますので、室内で様子を見ていただいて、ここの今展開している新しい葉が動き出したらひとまず安心かなと思います。水やりに関してはこの水苔の下の部分を触っていただいて、少し湿ってる程度になったらバケツへドボンとしていただくか、シャワーで水をジャッとかけてもらえればそれで大丈夫です。ここで一つ小ネタになりますが、バケツにドボンと水やりした後にある程度水を切って壁に戻すんですけれども、板が濡れてると壁にかけた時にここの間が湿ったり気になる方が見えると思うんで、そんな時はこれも100均ですが画鋲ですね、マップピン、こういったものを四つ角に刺していただければ空間ができますので、カビが生える心配もないと思います。ちょっと長いのでカットしていただいて、ここの四隅へこんな感じで打っていただければ、こう置いた時に感じで壁との間に隙間ができますので、カビる心配もないかなと思います。はい、では今回の動画はこれで以上となります。初心者の方にも分かりやすいように説明させていただいたつもりではいるんですけれども、何分普段喋らずに黙々と作業しているので、今回はちょっと説明しながらの作業だったので至らないところもあったかなと思います。もし分からないことありましたらコメント欄へ記入いただければ必ず返信させていただきますのでご活用ください。次回は一歩進んで板付けではなくてコルクにつける方法、こちらを動画にしたいと思いますので、ご興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。今回の内容も良かったよという方は高評価ボタン押していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。